4年間ありがとうございました。先生たちのおかげで楽しかったです。また会いに来ますね。4年間ありがとうございました。三井先生大好き。ありがとうございました。4年間ありがとうございました。先生たち大好きです。4年間ありがとうございました。楽しかったです。たくさん相談乗っていただきありがとうございました。助けられました。優しい理学療法士になります。頼られる理学療法士になります。頑張ります。ひたすら頑張ります。頑張ります。頑張ります。笑顔を増やす理学療法士になります。ご清水先生大好き。ありがとう。先生のおかげで、まあ、ここまで来れました。柔軟な規制最高。3年間本当に多くの方々に支えられました。まあ、ぶつかり合いも多かったとは思いますが、このメンバーで本当に良かったと思います。ありがとうございました。本当に2年間実習と学校と大変な時間なのに、ここまでよく頑張ったと思ってます。みんなに出会えて本当に嬉しかったです。みんな卒業おめでとう。中島先生大好き。ありがとう。みんな大好き。まあいろいろ思い出あったんですけど、やっぱ友達との思い出が深くて、浅く広い学校生活でした。バレーが一番楽しかったです。友達と過ごした時間が何よりも一番大事な時間でした。いつも気持ちのこもった授業をしてくれてありがとうございました。新旧に行くんですけど、また3年間頑張ります。優しい純正師になれるように頑張ります。家から歩いて5分のところの、場所で働くんですけど、まあ、とりあえずそれはいいんで実践頑張ります。マジで立派な治療家になれるように頑張ります。はい、皆さん3年間お疲れ様でした。これからも頑張ってください。えい、えい、おー。
科学科の先生方にはすごく支えてもらって、悩みとか相談もしていたのですごく助かりました。これから頑張っていくので応援お願いします。インストラクターの先生方にはとても大切なことをいっぱい教えてくれたのと、1年生の時から担任の先生とかにいろいろお世話になったのでとても感謝しています。大きく成長できたのでありがとうございました。トレーナーになる前から目標もあったんですけど、まあ、学校で2年間学びながら、また新しい目標もできたので、まあ、その目標をしっかり達成できるように、毎日、小さなこと一つ一つ、努力を重ねていきたいなと思います。はい、体操教室の先生になるので、小さい子たちに好かれてもらえるような先生になれるように頑張ります。ヨガインストラクターとして活動していくので、たくさんの人に愛されるようなインストラクターになりたいと思います。松浦先生ありがとうございます。卒業しても頑張ってください。時には喧嘩をした日もありましたがないけどありがとうございました。なんかお母さんみたいで好きだった。実習中もいろいろ勉強することを教えてくれてとてもいい経験ができました。ありがとうございます。実習や国試前くれてたくさん勉強になりました。ありがとうございました。宮先生大好きです。沖縄で頑張ります。頑張って看護します。大変なこともいっぱいあると思うんですけど、勉強したことを生かして頑張っていきたいと思います。信頼される看護師さんになれるように頑張ります。患者さんに思いに寄り添った看護ができるように頑張ります。可愛くて仕事がバリバリできる看護師になります。最高です。最初は長いなって思ってたんですけど、終わってしまったら一瞬でとても楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。きつい時もずっとそばで支えてくれたり、時には厳しい言葉もかけてくれたけど、すべて優しさだったのですごく感謝してます。ありがとうございます。大好きな友達に出会いました。ずっとみんなと友達でいたいなと思いました。4年間あっという間でした。ジャジャウマばっかりの私たちのクラスを4年間も見てくれてありがとうございました。まだ卒業してもジャジャウマなので、ご飯に連れてってください。患者さんに寄り添える作業療法士になりたいです。一人でも多くの患者さんが笑顔になってくれる、笑顔を引き出せる作業療法士になりたいです。患者さん一人一人と向き合っていけるような作業療法士になりたいです。笑顔を絶やさない作業療法士になりたいと思います。ありがとうと言ってもらえる頼りがいのある作業療法士になりたいです。自分の強みを生かして患者様に寄り添える作業療法士を目指していきたいです。お時間最高。大変だったけど、友達たちとすごく楽しく生活できました。すごく優しくて面白くて最高の先生たちでした。その中で会えない時間があったけど、最後の最後まで支えてくれてすごく頑張りました。みんなのおかげでとても充実してました。先生たちがいたから国試合格できました。大好きです。教授とかあんまりできなかったけど楽しかったです。みんないつも大丈夫とかそういう言葉かけてくれて、もっと神経のことを勉強して勉強できるように4月から頑張ります。学校で習ったことを全国で生かしていきたいと思います。患者さんも自分も笑顔にできる鍼灸師になれるように頑張ります。たくさんの人の支えになるようなになりたいです。卒業おめでとう。卒業おめでとうございます。卒業生の皆さん
卒業おめでとうございます。国家試験の勉強大変だったと思いますが、これから社会に出て苦しい時はこのことを思い出してください。おめでとうございます。イエーイ。おめでとうございます。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。これから業界に出ていろいろ大変なことはあると思うけど、精一杯頑張ってください。いつでも待ってます。頑張ってね。卒業おめでとうございます。これから皆さん、いろんな人と出会って、一期一会、それを楽しみに、頑張ってください。人生勉強、人生青春、以上です。4年間支えてくれてありがとうございます。無理、絶対親孝行して素敵な作業療法士になります。いつもありがとうございます。私を信用して福岡に送り出してくれてありがとうございます。お父さんとかお母さんみたいな立派な社会人になれるように頑張りたいと思います。私に作業療法士になる道を教えてくれてありがとうございました。4年間いろんなサポートを受けて乗り越えてきました。大好きです。簡単じゃなかった県外への学校への進学を認めてくれて本当にありがとうございました。最強の味方だと思います。大好きです。県外から一人高価で出させてくれてありがとうございました。次社会人になったら今度は私がお父さんとお母さんにいっぱい恩返しをするので見守っててください。お父さんお母さんありがとうございました。大好きです。帰ったら親孝行頑張るね。これから親孝行頑張ります。本当にいろいろとありがとうございました。頑張ります。今まで支えてくれてありがとうございました。これからは親孝行頑張ります。ギャラクシーの携帯買ってあげます。春から頑張って自立してあのいろいろお手伝い頑張ります。今までありがとうございます。これからも頑張って歯科衛生士頑張ります。21年間ここまで育ててくれてありがとうございます。これからは恩返しするのでよろしくお願いします。卒業までいっぱい支えてくれてありがとうございました。これからも頑張ります。これからたくさん親孝行していきたいと思います。ありがとうございました。いつも自分のやることを全力で応援してくれる両親だったので、これからは自分が恩返しできるように頑張ります。ありがとうございました。3年間、ありがとうございました。あと3年間進級行くので、夢に向かって頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。愛してます。ありがとうございます。一言では言い表せないんですけど、とりあえず21年間本当にお世話になりました。しっかりと恩返しできるようにこれから頑張っていきます。自分熊本から来てるんですけど、自分の夢のために福岡まで出してくれてありがとうございます。お弁当をいつも作ってくれたりとか朝起こしてくれて、助かりました。ありがとうございます。21年間厳しく優しく育ててくださってありがとうございました。感謝してます。いつもしんどい時にすごいなんか言葉かけてくれて、いつも支えてくれてありがとうございました。本当に小さい時から自分はずっと野球をやらせてもらってて、送り迎えであったり、ご飯を作ってくれたりとか、とても大変だったと思うんですけど、それもしっかり支えてもらったし、さらにそれから2年間専門学校っていうまたお金もかかるところをしっかり支えてもらったので、本当に感謝しかないので、これから社会人になってその感謝をしっかり返していけるように頑張っていきたいと思います。地元鹿児島から出てきてすごく不安だったんですけど、しっかり背中を押してもらってたくさん応援もしてくれたのですごく感謝しかないです。これからたくさん恩返しできるように、頑張るので、これからも、一緒に頑張っていきましょう。沖縄から遠いところからここに
進学させてくれていることにとても感謝しています。すごいおてんばな娘だったので、なんかすごい迷惑ばっかりかけたんですけど、大きく成長したことところをインストラクターとして見せていけたらなと思います。3年間自由にのびのびと、生活させてありがとうございます。朝早い時でもお弁当毎日作ってくれてありがとうございました。実習で朝早かったり、国試前の勉強とかを支えてくれたりして、ありがとうございました。初めて一人暮らしで親元離れたんですけど、それですごいありがたみが分かって、すごい遠くからでも応援してくれて支えてくれたので、すごい感謝しています。実習も勉強も特に何も言わずに見守って、なんか陰で応援してくれてるのは分かってたので、その期待に応えられてよかったなというふうに思います。ありがとうございました。たくさん話を聞いてくれて励ましてくれたので、3年間頑張りました。ありがとうございました。たくさんの愛情ありがとうございました。お父さんお母さん、自分の、思った道を後押ししてくれてありがとうございました。次は自分が恩返しする番です。ありがとう。お父さんお母さん今までありがとう。福岡に出てきてホームシックになったりとかはないって思ってたけど、初めての仕送りが送られてきた時、一人で部屋で泣きました。またこれから迷惑かけることいっぱいあると思いますが、これからもよろしくお願いします。お母さん、一人親なのにもう自分がすごい迷惑かけて、きつい思い迷惑もいっぱいかけたけど、でもどんな時でも一番近くでそばで応援してくれて、厳しい言葉をかけてくれたり、頑張った時はすぐ褒めてくれたりして、それが一番の力になってました。春からは消防士として夢叶えたけど、やっぱお母さんの元を離れて離れるのはきついです。きついけど、でも精一杯頑張るので、まだまだ応援してください。これからもお願いします。